キリナマ先輩とお礼。一人かくれんぼからの脱出。はい。今回はこのね、一人かくれんぼ。いかに脱出できるかというゲームやっていくんだけど、なんかね、ふって気がついたら、先輩がいないんだよ。で、ドアを開けようとしても、玄関のドアが開かないんだよ。 んで、ふっとふっとねその部屋には何やら自分以外の不気味なものがいるらしいとで正しい手順で脱出しようというゲームですねやっていくか初めからでオープニング画面のクマちゃんはめちゃくちゃ可愛かったけど多分あれが敵なんだろうな トリカグレンボそれはある頃を境にネットで広まった高齢術あるいは呪術もうすぐ2時だなそろそろ始めてもいいんじゃないかそうですねそれじゃあ準備しましょうか熱帯夜が続く夏の日俺は大学の一つ先輩である桐生一樹、桐生でした すいませんでしたねっきりなまなわけがないね。俺も絶対違うと思ってたけど多分どっかで答えが見つかるはずと思ってここで早速見つかったんだけどキリュウさん、えー、昔ネットで流行っていた一人かくれんぼをやってみようと思い立った理由は特にない、C、といて言うなら遊びの延長で面白そうだったから。 先輩、縫いぐるみは用意できたんですかああ、ちゃんと米と爪を詰め込んどいたぞ。あらまあ、テディー・アのなり損ないですね。マヤ、マヤマヤ文明か。七種の、ゴンベイ七種の剣ゴンベイ A と、リボンの違いじゃねえか。七種の剣ゴンベイ B と、リボンの違いじゃねえか。 七種の、剣、ゴンベ、シート。リボンの違いじゃねえかよ。もう、どんだけ、どんだけそんなにいるそんなにいる、敵増えるだけだろうが。なあ、危ない。え、な、なんでこんなにていうか、二体目以降、名前適当すぎやしませんか一体だけだと動かないかもしれないだろう難易度鬼畜なんじゃないか、これ。 こんな狭いさ、部屋でさ、あのー、一匹と戦うの大変なのでさ、あんな四匹も五匹も追われてたら死ぬぞ、一瞬で。一瞬でうえ、全部動いたらどうするんですかあと、マヤって、先輩の彼女の名前じゃありませんでしたっけなんかこれも関係してくんのか呪われてしまえ、あんな女。動く怖急になんだ。あと、その後ろの、 ちょ、ちょっとだけ結んだの何あ、別れたんですねん。なんだ今の空気。今の空気、すっごい俺嫌い。俺は先輩の部屋に招かれた理由を理解した。要するに夏休みの真っ只中、彼女と別れて暇だったんだ。なんだよ、何か言いたいことでもあるのがいや、何でも。 別れた彼女の穴埋め要因というのは少し納得いかないが俺も暇なことには変わりない仕方がないので先輩の暇つぶしに付き合ってあげることにしようめちゃくちゃ桶にめちゃくちゃ詰め込んでるクマがリボンどこいったお前リボンでお前見分けつけてたんじゃないんかいリボン外したら誰か誰かわ分かんねえじゃねえかいそれじゃあクマたち最初の鬼は俺らだぞと。 えーっと風呂場に置いた人形たちに宣言すると俺たちは浴室を出たこの時はまだ動かないんだよね確かなテレビをつけてで砂嵐だっけあとは塔を数えればいいんだよなそう言って砂嵐の画面が出るまでチャンネルを回すと今アナログとか地リジとかあれ分かれてるからさアナログにすれば 必然的に砂嵐になるんじゃないかあ先輩部屋の明かりも消さないとサンキューそれじゃあ12先輩はゆっくり数を数え始める大学生が人形相手にかくれんぼという絵面はなかなかに終了だこれ一人かくれんぼって一人でやんないといけないんじゃなかったっけ二人でやったらどうなんのこれ910 よし戻るぞ10まで数えると先輩はウキウキした様子で風呂場へ向かった多分こんな感じだようんウキウキしまくって足の裏が痒いぜああ変わんないな相変わらず詰め込まれてるオケ、OK、に風呂場に先ほどと変わらぬ様子で5体のぬいぐるみが鎮座しているそれを確認すると 先輩はあらかじめ用意しておいたカッターでぬいぐるみを刺していく。マヤ見つけた。パシャっつった。何で赤くなったんだろう。七しのケンゴ A 見つけた。七しのケンゴ B。B 見つけた。よ,しよくわかんな。リボンと略、うん、してる。略してる。略してるもう。七し消えてる。 あと D、うーん、略しすぎ。アルファベットになってる。どんどん適当になってますね。<laughs> まあ、こんなもんだろう。こういつらが動き出す前に隠れるぞ。先輩はそう言って浴室から出て行った。俺もその後に続こうとしたが、浴室を、な、なんていう、またごうとした瞬間、背後から視線を感じ、立ち止まる。おーい。時間ないぞ。あ、はい。すぐ行きます。 俺は振り返らずに浴室を出た。それが正解かもしんねえな。えー、押し入れからはクレーズ、ん押し入れはないからクローゼットに隠れるぞ。はい。うん。狭いですね。そうだな。どっちかベッドの下に行くべきだったな。俺は嫌ですよ。カエルみたいに這いつくばるなんて。なら俺が行くよ。 ベッドの下ならクマたちが出てくるところも見られるしな。本当に出てったらファンタジーの世界ですけどね。どこまでは本気かわからない発言に苦笑していると、先輩はまた後でと言ってベッドの下に移動していった。お前その途中で見つかったらどうするんだよ。先輩がいなくなると狭かったはずのクルーゼットが広く感じられる。足を伸ばせば楽なはずなのに。 俺は先輩がいた時と同じ学校のまま闇の隅でじっと息を殺していたそれがいい音を出したらダメだかんなえこれ先輩の声先輩の声高っソプラノじゃんゆるれひーって感じじゃんえ突如絹を咲いたような悲鳴を聞こえ俺は肩が跳ね上がった 今の姫はどう考えても女のものだ。先輩じゃない。だよね。まさか一人かくれんぼの影響が出始めてるんだろうか。なんだ今の。変な表示されたせいで動かなくなったべ一人かくれんぼをすると、周囲の霊が部屋に集まってくるという。まさか。俺はクローゼットの音を開けたい衝動に駆られた。好奇心からじゃない。未知に対する恐怖からだ。確認して、 安心したい気持ちと怖いものを見たくないという気持ちがせがみ合い俺は身動きできずにいたすると今度は男の声を聞こえてきたたっ助けてくれあっちでくれなこれも先輩の声じゃないクローゼットの外はどうなってんだ早く燃やしてこっちだ化け物 みんなきれいに燃やし尽くしてやるはっはっはえなんだろうなんか違和感を感じる。俺が違和感の正体を探していると、突然、なんだ、間延びしていた音楽を流れ始めた。なんだこれ草津草津いいとこ一度はおいでー。明らかに変だ。それに今の声には聞き覚えがある。先輩 日常の輝きが証拠にくさつーって分かったこれはマジ最近よく目にする温泉の CM だびっくりした急に先輩が歌い出したかと思ったそれは自殺行為だぞと思いながら聞いてたなんだよただのテレビかよさっきの悲鳴はドラマか映画だったのだろうそれが CM に変わった 正体見たり、何とやら。俺は早とちりして自分が恥ずかしくなって、誰も見ていないという顔を手で覆った。ん誰も見ていないというのに手を、顔を手で覆った。うん。それからどれだけ時間経っただろうか。一人隠れんぼへの興味を薄れ、紐を持て余し始めた俺は、 クローゼットの外に出てみることにした。よいしょっと。あれ先輩、いないですかおかしい。先輩の気配がしない。トイレだろうか。とりあえず先輩を探してみよう。なんだこれ。え わっしゃいトマトナッツリー始まり始まりみたいになってるトイレじゃなさそうだけどそれなら外でタバコかああれ鍵が開かないそんなバカな嘘だろ なんで鍵が開かないんだい。ていうか先輩はどこへぐるっと部屋を見渡してみるが先輩のケアはない。まさか一人かくれんぼの影響が。まあ一人でやんないと一人かくれんぼじゃないもんな。強制的に分離されたのかいやそんなオカルトじみたことが本当にあるはずは。うん、とりあえずす周りの様子を確認してみよう。 先輩のいたずらかもしれないしえー、っとびっくりしたファてはっえっ一人かくれんぼに使ったぬいぐるみだとりあえず回収しておこうえい。いや出ないよ俺は出ないよ 俺は出ないよ絶対出ねえかんなうるせえぞ俺は絶対、絶対に出ないもんね俺はモーニングティーを飲み干しながら、このひと時を楽しむんだ。うるさいなもう砂嵐とアラームがうるさいなああ、俺だけど、普通に喋るんかい普通に喋るんかいせ先輩 今どこにいるんですかっていうか大丈夫なんですか大丈夫って何が俺はただ酒を買いにコンビニに来てるだけだけど、そっち、そっちで何かあったかコンビニえ、え、外にいるんですか部屋にいなきゃ外しかないだろう。でも部屋から出られないはずじゃん。んお前もしかして寝ぼけてんのかち、違いますよ。一人かくれんぼのせいが、部屋がおかしいんです。 思いっきり寝ぼけてんじゃねえか。俺が戻るまでに目しっかり覚ましとけよ。だから本当におかしいんですって。切られた。でも先輩と話してたら気持ちがだいぶ落ち着いたな。本当に先輩か、それ。パラレルワールドってやつかな。暗い部屋に一人でいたから思考が変な方向に行っちゃっただけで、別にどこもおかしくはな。やべ、何か来るぞみんな。何か来るぞ。 もう来ないかかいい来ないんかいいややっぱりおかしいぞなんで電気がつかないんだよあただの選択肢かいただの選択肢でした一人かくれんぼで使ったぬいぐるみだどっかにあと4体いるはずだ薄っ って消えた。すって消えたね。隣にあるはずなんだけどね。これはこれは洗濯機か中に一枚だけジーンズが入っている。とりあえず持って行こう。洗濯したジーンズを入手した。なんだ。それなん短くないかスカートか。これああ折りたたんでんのか？早 <laughs> <laughs> とちりにモードがある。 なんでスカートだと思ったんだろう、これ。あとは浴槽行ってみるかいあ浴槽行けない。触れない。あれちょっと待って。あ、戻れたわ。びっくりした。トイレ。うーん血尿 まさかの血尿。おい病院行こうぜ。一人かくれんぼなんてしてる場合じゃねえ。べっとりと、血のようなものがついている。んなんも反応しない。主人公なんも、4! はっあと4体だよ。ファイトってことだよ。多分な、熊ク,クマちゃんから応援されましたね。通信の4。なんでこんなところに。 これで拭き取ろうぜな傘先輩がいつも使っているビニール傘だななん,なんて読むのこれな何これえー、っとはしごはしごの代わりは無理だろうけど一応持っておこうビニール傘を手に入れてビニール傘えーと 使い道はよくわかんないとはっ。は羊。出ないと進まないんだねあーもう。私、メリーさん今。あ、だんだん近づいてくるやつじゃん、これ。今、あなたの足の裏にいます。くんくん。うん、very good. みたいな、8みたいな感じで俺の足の裏を嗅ぐんじゃねえ。 あの CM のおばさんいなくなっちゃったよね。俺あの人好きだったんだけどな。めちゃくちゃ鼻の穴動くのね。グーッととか言って。何がグッとだよ。お前。鼻もぐぞ。私、メリーさん。今、駅の前を歩いてるの。どこの駅だよ。名前ゆえボルッツ今のは一体。えーっと、な、にこれ。 何これ赤い玉が余ってる引っ張ってみるがツルツル滑って取りそうにないなんか暗証番号みたいなのあんのかなこんなのあんの手紙ただ取るだけなんだけど冷蔵庫も開けれないとなんな何か入ってんな塩水塩水を作った時にえー、っと使った塩だ魔除けになるし持っておこう よっしゃ、じゃこれ食えよ。これ食おうぜ、これ。塩。え、北の日本海。えー、幻の塩シリーズ。塩。は、が、た、の、塩じゃないんだ。昔のなんか、ハガタを、見ろ。みたいなことをさ、滑舌悪く言ったら、ハダカを、見ろ。ってなんか、勘違いされて、変態扱いされた覚えはあるんだけど。むちゃくちゃ、むちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしくないそれ。 ただの露出馬じゃねえかよ。えー、っと。びっくりした。なんだごく,ごく、ごく。極上の天然水で喉を潤しなえ。水道水で喉の渇きを少し潤した。えー、あとは、ないな。外を覗くこともできないと。コンロも、あと棚も、パソコン。えー、っと、なんだこれ、鍵。 説明、物語正しい遊び方登場人物入手方法えー、っと古し紙るし回収用にえー、っとなんだこれ集められた雑誌の束だ先輩の性格でちゃんと新聞紙は分けているのが意外だ方向も特にないと。 なんかあるんじゃないのこれ。あっ。ある日の。えいや、これサイトじゃん、本当の。本当のサイト。自分の部屋。自分の部屋が映ってるのもう,もう怖いの、これ。 普通さ、え、これ俺の部屋じゃんみたいにならない主人公うん、な、な、先輩がいる。しかも、先輩なんか幽霊みたいになっちゃってる。下半身なんか透けてないかい、うん、俺本当にいるのこの世に。雑じゃないかいあまりにも。入手方法、お前はもう持っている。 なんだ北斗の剣みたいに。うわはっえ、あなたと言うかしようはっかたのしよういやー、説明してる場合じゃねえんだよ。あ、これ。はっはっ 状況が状況なだ,だけに、本当に状況な状況がだからだけに、怖いんだけど、お前その、携帯の裏にいるの、分かってんのが。はい。私、メリーさん。今、横断歩道を渡ってるの。引かれるなよ。ちゃんと右見て、左見て、右見て、渡れよ。手上げて、渡れよ、お前な。うん、切られた。ぶつって。えー、ぶつって切られた。ぶつ切り。マグロのぶつ切りで、ぶつって切られた。横断歩道。 まさか、先輩の家の近くじゃないよな。いたずらの電話かもしれないし、そうであってほしい。うん、お前は誰だ何かいる。あれが何なのかあまり考えたくない。いや、考えろよ。考えろよ、これ。つつこうぜ、これで。これでつつけばなん、正体わかる。これは、はかそう、これ。多分、下半身、恥ずかしくてこっち来られないんだよ。 でも水吸ってるからダメだこれやからこれあげよこの子にあげよあの肌がちょうど白いしリボンも白いし共通点真っ只中だ全然ダメ全然ずっとこっち見てんのずっとこっち見てるあぶっ刺さったままカッターナイフが刺さったクマの人形が落ちてる 深々と刺さってる。人形からカッターナイフを抜き取った。うわーあなんか、ペンライト。いや、それでいいならさ、この白いクマでもよかったじゃん。なんで俺のクマは拒否するのなんか俺、悲しくなってきたんだけど。ベッドの下からのやつがぬいぐるみを持って行ってしまった。ペンライト。落ちていた電池を拾った。電池かい。 ペンライトじゃないいんかいうわーもう何よ。私、メリーさん、今、コンビニの前を歩いているの、どこのコンビニだよ。ローソンえー、っと、セブンイレブンかなファミリーマートかなセイコーマートかな逐一連絡してくんじゃねえよ。細かすぎるだろ、お前。ダメだ どどんどん近づいてくるこれは一人隠れんぼの影響なんだろうかだとしたら早くぬいぐるみ見つけて終わらせなければお前お前交換しようぜ電池とえー、っとつつき電なんだ月電ベッドサイドにしてた電池だまだ使えるだろうかうん全然意味ないわあ なんでそんなとこなんねん。一人かくれんぼに使ったぬいぐるみだ。とりあえず回収しておこう。もう何か回収するたんびに来るんだが。先輩が。もしもし、目は覚めたか目どころかこっちは心臓まで消えてますよ。本当にどういうわけか部屋から出られないんです。まだ行ってやがる。さては俺が一人でコンビニに行ったことを腹立ててへそ曲げてるな。違いますよ。 もうどうしてし、どうしたら信じてくれるんですかいや、この際信じなくてもいいので早く帰ってきてください。そうしたら俺も外に出られるかもしれないし、出られなかったら先輩も信じざるを得ないでしょうから。ああ、それなんだが、なにんいつものやつが売り切れだったから、駅前のコンビニまで行ってたから帰るわ。なんでなんでお前は なんでこういう時に限ってそうやってはしごするのいつもそうめんどくさがるタイプなんじゃないのあなた。なっこの緊急事態に何悠長なこと言ってるんですかダメですよ。とにかく早く帰ってきてください。男に早く帰ってきてとか言われても気色悪いだけだぞ。ああ、もう。ああ言えばこういう。本当に、どうしたらこの緊張、この緊急事態が伝わるんだよ。ま、そういうわけだからもう少し待ってろや。え、ちょ。 また切られた。少し気分落ち着いたけど、えーと、状況は何も変わってないし、自力で何とかしないと。えーじゃあ。エアコンのリモコンを手に入れた。そういえば、冷房が入ってるわけでもないのに寒いな。いや、深く考えないでおこう。じゃあ、電池入れようぜ。反応がない。 電池切れだろうかリモコンの電池を交換しためちゃくちゃ上げてやろうぜ何もうおそらくメリーさんからだろうそろそろ後ろにいると言われそうだ 取らずにやり過ごすことはできないだろうか。ダメだ。一向に切れる気合がしない。一層、電源を切って。勝手に出られた。勝手に。今、階段の前にいるの。もう、やばい。階段、お前。心臓破りの坂。みたいな感じで。足鍛えろ、お前。そこで。たん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 タンって。何もしてないのに、スマホが電、通話に切り替わってしまった。 彼女から逃げる術は、この一人隠れんぼろを終わらせるほかなさそうだ。ええー、だって終わんねえやん。なこの箱箱えー、っと、こっちだな。うーん。ここ、浴槽開かないのなんなん浴槽が開かないのは何 えーっと何すんだっけなぬいぐるみ刺さったカッターナイフうーん ごくごごく動くじゃないのよあとなんだあと調べるものあるかい30度にしてんのよむちゃくちゃ暑いむちゃくちゃ暑くしてるえ嘘え、嘘でしょ階段にいたということは 今度こそ後ろにいるかもしれない,いやだ助けてくれはい今ドアの前にいるの開けて開けて開けて開けろと騒ぐことはもしかして鍵が開かなきゃ入ってこられないのかそうであってほしいそうじゃなきゃ次こそいや無理多分終わった 換気扇。ここから出る。あ、あって。ちょっと。なんか関係あるんじゃないのこれ。と、これで。よっしゃ、来た何これストップ環境破壊冷房は28度に。28度,28度えーっと。フィルター。冷房は28度。 冷房は28度。はい。しましたよ。これでどうだい君、なんか守ってくれ。あの、メリーさんが来るんだ。あの、助けて。寝よう。もう、寝よう。ああ、な、ねやばい。メリーさんが来る。メリーさんが来てしまう。おい。冷房。少し寒いな。エアコンをつけよう。あーあーおー、終わった。ちょうど多分、後ろにいる。

マッチを売りに来た。あなたの後ろにいるの。うん、多分死んだ。どういうことなんなんであの子にやられるんどういうやられ方したんだよえー、遺体は頭部を含む複数の骨が激しく損傷しており、 男性が何らかの事件に巻き込まれたとみて調査を進めています亡くなったのは市内に住む大学生の何だ何だはっ 世にも奇妙な物語かよシーン他にもあるんかい「たりのり窓の海に月日日についつし 好も月のとあけてぞけのさわわかれゆくれ。